シリーズ3日目、後半は逃げ決着が続いています。ルカーデカーローダー12レース、記者選抜戦。対戦メンバーです。1号艇、香川、平田香奈。2号艇、東京、平田沙耶香。3号艇、滋賀、長崎桃代。4号艇、大阪、関野綾。5号艇、東京、清水咲。6号艇、岡山、広瀬ゆかり。以上6選手です。平田香奈がここは高枠でリズムを上げていきたいところ、圧倒的な一番に引用されます。2コース2号艇平田沙耶香、3コース3号艇長崎桃代、ちょうど前半戦大阪から果敢に攻めて2着に入っています。テレビで4コースから14号艇関野綾と5コース5号艇清水咲ともにここまでオール3連隊の好リズム、高速6コースに6号艇樋口ゆかりと決まります。現在北東の風が6メートル、川の流れ、激潮が10センチ、ホーム側、向かい風、追い潮のコンディション、スタート10秒切りました。第12レース、記者選抜戦です。チーム体制はインコースから、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。ラスト戦、1番、2番、3番、4番、3番手が2号艇平田、こちら下がらせ3号艇の孫崎水槽で優勝2周目です。先頭は4号艇平田、孫崎で方面と折り返しています。上体系は4番、1番、3番、4番線で大きく回復されている払い戻し金額をお知らせいたします。